公然寺は兵庫県山ヶ崎市にある唯一の臨済宗行新寺派の寺院。三号は五国山。本尊は釈迦如来。市内で唯一の臨済宗行新寺派寺院である。現在の住職は宗教哲学の研究者であり、情報科学の研究者でもある。PhD 主な専門分野は ICT を活用した座禅の遠隔教育研究元年日本での 臨在周祖の英才が解散したとされる。三号は英才の公然五国論にちなんで五国山である。足利義満を赤子の頃に公然寺でかくまったとされている。中高解散は元禄年間の番稽である。江戸時代までは県民自派寺院であった。本堂は桁行き発見の入りも屋作りで禅宗の北条形式という型を取られている。 山と横に配置する2階建ての建物は観音堂であり、書籍、千光三々英才の道で紹介されている、光然寺の本堂の説明は誤りである。本堂は木造平屋で観音堂の奥にあり、さらに奥に書院、解散堂、共像を備える、明治12年寺院名最長による、光然寺主殿法による、王将村氏による、天ヶ崎の神社、 寺院建築による、ありがとうございます。